渋野日向子が、李承運6が語っていた話をどの程度、本気に受け止めていたかはわからないが、きっと頭の中では理解していると思う。米女子ゴルフツアー2年目の今年は、決して納得いくシーズンではなかったと思う。それは試合の度に発する言葉の数々が、成績と比例して前向きではないコメントがほとんどだったからだ。今季は3月の LPGA ドライブオン選手権で7位に入り、優勝への期待も膨らんだが、左手の痛みから思うような練習やプレーができなかったことを正直に吐露していた。トップ10入りは1回で、年間ポイントランキングは83位となり、上位80位までに与えられる来季シード権を喪失した。シーズンを終えて日本に帰国後、今月24、25日には、2023年渋野日向子杯第2回岡山県小学生ソフトボール大会を開催。ここで改めて今季1年と来季への意気込みを語っていたが、落ちるところまで落ちた。来年以降は這い上がるしかない。何かにチャレンジしていかないといけない、と覚悟をにじませていた。渋野日向子の来季出場権は、準シード81から100位のため、フル参戦はできず、どの試合から出るのかも確定はしていないが、出られる試合でしっかり結果を残していかないといけない、と米ツアーで戦い続ける意思は明確だ。李承運6、日向子の笑顔が印象的。今年、渋野日向子の米ツアー初戦となった、ホンダ LPGA タイランドに取材に行った時のことだ。渋野日向子がたびたび、韓国の李承運さんと日本や韓国で一緒にご飯を食べたりしていると話していたのを思い出し、二つ上の先輩でもあり、米ツアー初優勝が全米女子オープン2019年の李承運6に直接、渋野日向子の印象と彼女へのアドバイスについて聞く機会があった。そこでは、渋野日向子に最初に声をかけたのは、李承運6からだということも分かった。きっかけは、プレーする時の笑顔が本当に良くて、印象に残っていたから、で、だからこそ、妹のように面倒を見たり、自分が何か助けになりたいと思った、とも話していた。そしてゴルフの結果や成績が出ないことについても、自身の米ツアー1年目からここまで、苦労の面では共感する部分もたくさんあると言っていた。近くでスイングを見る人がいればうまくいく。渋野日向子、日向子選手のコーチは日本、青木翔氏にいると聞きます。米ツアーでは離れてコーチの指導を受けるのは、そう簡単ではありません。私も3年間、コーチがいない状況の中、米国で戦いスイング改造もたくさんました。成績が悪い時もあるのですが、私はようやくカナダにいるコーチを探しました。英語がうまく話せなかったので、避けていたのですが、今は言葉も大丈夫ですし、近くでスイングを見てくれる人がいればうまくいくと感じています。ルーティン、ペース、戦い方に考え方、人とのコミュニケーションや物事の捉え方など、選手それぞれが違っていて当然で、シーズンを戦う中で自分にピタッと当てはまるものを見つけ出す作業を続けている。コーチが近くにいなくてもできるという選手もいるが、李承運6は自身が経験したことを渋野日向子だからこそ、伝えたいようだった。来季は米ツアー参戦から3年目となる渋野日向子には、巻き返しの1年になるが、そういう意味で李承運6の言葉は一向の余地があるかもしれない。